講談のついでに示して曰く、たとえ我は道理をもって言うに、人は日が見て日がごとを言うを、理を責めて言い勝つは悪しきなり。また我は現に道理と思えども、我が日にこそと言いて早く負けてのくのも足早なり。ただ人をも言いおらず、我が日がごとにも言わず、無意にしてやみぬるがよきなり。耳に聞き入れぬようにして忘るれば、人も忘れて怒らざるなり。第一の用心なり。Dhamma talk Dogen said, even if you are speaking rationally and another person says something unreasonable, it is wrong to defeat him by arguing logically. On the other hand, it is not good to give up harshly saying that you are wrong.Even though you think that your opinion is reasonable, neither defeat him nor withdraw, saying you are wrong. It is best to just leave the matter alone and stop arguing. If you act as if you have not heard and forget about the matter, he will forget too andwill not get angry. This is a very important thing to bear in mind. というです。あ、で、また、現代語訳をしたいと思います。講談のついでに示して曰く。たとえ我は道理をもって言うに、人は日が見て日がごとを言うを、理を責めて言い勝つは悪しきなり。法の話の折に示して言われました。たとえ自分は理にかなったことを言って、人はそれを素直に受け取らないで、自分に間違っていると言ったとき、そこにまた理屈でもって言い返して自分が勝ったと思うのはよくない。また我は道理をもって言うに人は、あ、すいません。また我は現に道理と思えども、我が日にこそと言いて早く負けてのくのも足早なり。また私は自分が実際にこれは理にかなっていると思っているんだけれど、自分が間違っていたと言って早く引き下がってしまうのも軽率、軽はずみなことでよくない。ただ人をも言い寄らず、我が日がごとにも言わず、無意にしてやみぬるがよきなり。耳に聞き入れぬようにして忘るれば、人も忘れて怒らざるなり。第一の用心なり。なので、人を言いまかさず、されとて、自分の間違いにもしてしまわず、無意にして、自然に成り行きに任せる。何もなさないということで、に、して、知らん顔しているのが陽気なりと、知らん顔ではないかな、そしてそれを耳に入れないようにして忘れれば人も相手も忘れて、腹も立てない。これは第一の用心なり。
第一の心がけである。